はい皆さんこんにちは村長です今日も YouJam のアンバー2これの達人になってもらうために皆さんに YouTube のどこにも出ていないような情報をお知らせしていきたいと思っていますまず本題に入る前に僕はスタジオワンを中心に使っているわけですけれどもスタジオワンユーザーの方はやってほしいことがありますまずですね。 右の方にインストゥルメントがありますよね。通常、VG アンバーはこのように2つ入るんですね。下の方が、ここに書いてますように VST2 なんですね。古い規格の VST2 です。そして、こちらの方が VST3 になっています。こちらの方が規格的には新しいんですけれども、UJAM のいろんな機能を、 完全にに使うためには、v, アンバー2の v 2これのバージョンを使う方がいろんなことがやりやすいですので Studio One ユーザーの方はそのようにやられることをおすすめします。そしてもう一つ Studio One ユーザーの方は Studio One のメニューからオプションを選びますね。そうしましまて、この 一番上のメニューは詳細です。そこの中のコンソールというところの中にプラグインヘッダーに色をつけるというここチェックを入れてほしいんですね。そうでないとこれ外しておいて適用するとプラグインの 頭がわからないですのでこれはどっちのトラックに入れた v g アン b e r 2なのかなということがわからなくなりますしもちろん v g アン b e r 2以外のプラグインでも同じですですですからこれには必ずチェックを入れておく方がこのようにした時にどちらのトラックのものか上のトラックは赤色になっています2つ目は紫です これを少し色を変えてみましょう青に変えたらこのように青になりますからとっても分かりやすいですねまずスタジオワンーザーの方はこのようにしてみてくださいでは本題に入っていきますこの VST2 の方のアンバー2を使うとですねこの右の下に「フォローコード」というのが出ていますスタジオ1の プレソナスと U ジャムというのはとっても仲のいい関係にあります。この機能がスタジオワンユーダだけにあります。上にはコードトラックしか書いていなくて、MIDI のデータは何もありません。でも、このコードトラックだけで演奏することができます。ちょっとやってみましょう。 こういういにですね、ミディを何も入れなくっても上のコードが使えるわけですそれが逆に不便になることもありますのでその時はこれを消してくださいそうするともちろん音は鳴りませんはいこのようにならないわけです鳴らしたい時はコードトラックからコードを引っ張ってくるとその時に気をつけることは コードトラックのオクターブが今6というのになっています。この6というのになっていたら、6-2、いわゆる4、その4の領域にこのコードというのは入ってきます。ちょっと確認してみましょう。ここ見てわかりますよね。4の領域ぐらいにコードが入ってくるわけです。このようになりますので、フォローコードというものが何であるかということを ちゃんと頭の中に置いておいてくださいそうしまして慣れないうちは音作りとかが終わった後はですねこのキーボードというのを出しておくととっても便利ですどんなストロークをするかとかいうことがここに出ていますもちろんここでスタイルを選んだとします選んでここの C2 からのオクターブはこの12個の パターンがバリエーションとしてまた出てくるようになりますちょっとやってみましょうこのようにですねここを切り替えるとバリエーションですから大きく変わるわけではありません 大きく変えたいときはスタイルを変更しますはいこのように使うわけですまあこの話は今までからも何回もやっておりますからここは分かったという話になるんですがここからが 今日ののお話の核になる部分ですこのアンバー2を使ってアルペジオとかできないかというジャムにはシルクというアルペジオをできるソフトがあるんですけれどもそれの方はガットギターもしくはクラシックギターとも言いますけれどもナイロン弦のギターの方ですのでまたちょっと使いどころが違うわけですね。こちらののアンバー2というのはいうはわゆる アコースティックギター、フォークギターとも言いますけれども、スチール弦の音が鳴るわけです。これでアルペジオをしたいと思うけれども、アルペジオ、これができないですよね。そういう時にどうするか。では、今日のメインテーマに入っていきます。例えば、この v g アンバー2これでですね、アルペジオを弾きたい。そういうような時はどうしたらいいんでしょうか。ここからは、 今まで使ってた簡単な U ジャムの使い方とは違って少し難しいこともあるのでしっかり聞き逃さないようにしてみてください同じようにコード進行を下の方に持ってきます C4 の領域ぐらいにコード進行が入っています上の方も E5 に収まっていますので大丈夫ですねこのようにしましてアルペジオを作っていきます アルペジオというのはですね、このインストゥルメントモードにするということがまず第一のポイントです。そして、まず1小節、これに注目をします。クオンタイズを1 8分の1にしまして、簡単に入力できるようにしておきます。そうしまして、この C2 のどの音ですね、この音から UJAM の方ではピッキングセクションと呼んでいます。では、 このように1個目の音を入れます。そして、次 はい、このように今音も聞こえてたと思うんですけれどもアルペジオの単音がこのようになっているわけですここの部分は単音で表現できますそうしましてこれをちょっと鳴らしてみましょう一小節だけをループにして聞いてみますはいアルペジオになりましたねでも秘密があるんです いっぱいいろんなところを設定しないとですねなかなかこのようになりませんまずはトリガーモードはオフにしてくださいもしこれがオンになっていたらどうなるか先ほどとは違った形で小説の先頭だけがワンオを引いてしまうということになるんですそれでも悪くはないですけれども入力した通りに 演奏する時はここをです、ね、オフにすることです。すオフにするともちろん先ほどと同じようにアルペジオが鳴りますでもまだポイントがあるんですここにオープンコードというのがありますねここでこれが入っていたらどうなるかはい C のコードじゃないですよねおしゃれれコードではありますけれども これははでですね、C のコードではありません。こうなってしまうのはオープンコードという風になっているからこんな風になってしまうんですですからこのチェックを外すことこれがとっても重要ですまだありますこれがもしこの辺のところにあったらどうなるでしょうかこんなミューティングになりますですから ここは必ずですね B フラットのところにチェックがかかったようにしておいてくださいこのキースイッチはキースイッチを指定しただけでジャーンと音が鳴ってしまう場合がありますので UJAM のユーザーインターフェースでこことかこここのようにまず持って選択をしておいてくださいそうでないと押すだけでこうやって音が鳴るイコール MIDI で書いても音が鳴ってしまうということなんです このキースイッチができましたら、これをですね、選択しましてコピーしますね。で、隣のところに持って行ってもいいわけです。これで4小節分入りました。ちょっとやってみましょう。 はい、ここで「じゃーん」となってしまってますよね。これはどうしてか「な」でなったかと言いますとよく見てください。これがここにかかってるからです。ちゃんとですねばっちりここに収める。はい、こうすれば「じゃーん」というのはなりません。 このようにですね、ジャストのタイミングのところにきっちり入れないと、これ単体だけでキースイッチ指定しますと、じゃーんと和音が鳴ってしまうんです。お分かりいただけましたでしょうかアルペジオ。もう一度まとめとしてお話しします。まずコードを指定してください。今度はアルペジオを作っていきます。アルペジオは C2 からの6原文、ラーノートまで。 この発見の部分のところにこのように音符を置くとアルペジオが奏でられますギターを弾く方はアルペジオのことは分かっていると思いますがアルペジオを自分で作ることができるわけですですからもちろんこれを変えることによってはい このように自分が好きなようなアルペジオこれを作れるわけですただし動かした時にこれがミューティングになる場合がありますのでこれを必ずオープンにして演奏してくださいはいこれ今なりませんでしたねこれ黒権のところだったからです こういうふうに6弦のところに配置をするとですね自分の思い通りのアルペジオこれを鳴らすことができるようになるわけですそして1個できたらそれをコピーしますその時に注意する点それがまずはトリガーモーモドはオフにします。ここでオフを選んでもいいですしここでオフ C シャープですねこの状態にすることが大事です そして、ここでオープンにしないと、ここにしておくとミューティングになります。こんな形でミューティングになるわけです。はい、もちろんこれを望んでやるときはいいと思います。そして、なおかつ、まだスライドとかというのも入れることができます。例えば、スライドアップは 例の音ですここの先頭のところに例の音を入れてみますはいこんなふーんとなりましたねスライドをしたい時はですねその音符よりちょっと前からしないとですねスライドがかかりませんちょうどいいところを皆さんも見つけてくださいはいこれぐらいがいいですね見てください このぐらいですから32分音符分ぐらい前がちょうどいい感じです。このようにしましてスライドを入れたりスライドダウンを入れたりそういうようなことができるようになっています。このようにいくつかポイントがありましてそれが全部うまくいってないとですね、望むようなアルペジオが弾けない場合があります。ぜひとも 何度も見直してていいただいてですね自分の思うアルペジオが弾けるように皆さんも一度チャレンジしてみてください今日は本題としてはアルペジオをアンバーで弾くこれに対して深掘りをしてみました村長スタジオでした